たまには楽して儲けたいよね。ま、一理あるわな。軟弱なこと言ってっと、お宝には出会えねえぜ。また狭いとこ。これで地下に潜るの何回目？何回入っても慣れないんですけど。珍しいもの落ちてないかな。簡単に見つかり苦労しねえな。しゃがめば通れそうだな。気をつけてよ。なんかあった？そう簡単には見つからないだろ。お前も探せっての。
ノクトは？それなり。本当だ、足場みたいになってる。はしごもかかってる。どうやらこの洞窟は人の手が入っているようだな。なんだろうな、何かあるかもしれないよね。とりあえずここからは行けそうにない。奥に進んでみよう。あれは日差しか？天井に穴でも開いているのか？ラッキー！光が差してれば奴らいないんだよね。かもしれないな。走らない方が良さそうだ。あんまり突っ走っていかないでよ。何が出てくるかわからねえ。けっ、なんだこれ。わ、この水たまりヤバそうだぞ。なんか苦しい。これ何なんだよ、イグニス。毒性のある水かもしれない。長居はしない方が良さそうだ。やるぞ。ああ行くぞ。エグニス、
王の盾がこんなところで倒れられても困るぞ。盾ね、守り合いのある男と言ったかな。何か言ったか。こっち行けそうだよ。こっちもどうする？どっちに行く？お任せしますよ、おじさま。なんだそれ。どうせ人を先頭にしといて文句言うんだろ。まあまあまあ、どうぞ。雷神の力にはなれたか。まあな。進めそうにねえな。ここまでしか行けないっぽいよ。どうだ？
これだ。何よりだ。頑張りますか。ああ。おう。よっ。よっ。方角を見失っているような。いい加減歩き疲れた。しっかり歩けよ。こけたら何に当たるか分かんねえぞ。どっかに戻れる道ないの？下から見えてた場所だな。うん、さっきの広いとこだ。ノクト、はしごがあるよ。念のため下に下ろしておいた方がいいんじゃないか。これで下から登ってこれそうだしな。
危な。またこういうとこ。ここで終わり。ここまでらしいな。待って、嫌な予感。はい、いつものパターン来た。したからな。ダメだ、ここも鍵が必要みたいだな。問題はここの鍵はどこで入手できるかだな。だな。
夜通しで疲れもたまっただろう。この辺で一度休憩しよう。確かに今の俺たちなら切り抜けられるか。気を緩めず行こう。ノクト大丈夫？